はいえー、皆さんこんばんはえー、今日は十二月六日の火曜日えー、時刻はですね深夜一時になりましたはいえー、今日も宮下さんと一眼動画についてのトークえー、今日は七十八回目でお届けしたいと思います宮下さんこんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいお元気ですかあやーもうあったかいんでね今日はねまだあったかいそうそう、うん、気持ちいいですねはいですよねうん、うん、はい。 この週末はねちょっと寒かったかな天気あんまり良くなかったかなっていう感じだったんですけどそうですね撮影は行ってないですかそうなんですよジアンクレーン行きたかったんですけどねちょっとあのお酒入っちゃって飲み会があったんですかそうなんですその後はねやっぱ難しい難しいよ最初に行ってよかったカメラは持ってったんですけどねあそうですかうんうん まあこれからね忘年会シーズンになりますからそうですねいろいろとねそういう没頭できないようなのがあるでしょうけどそうですねまあ一旦ね忘年会シーズン過ぎたらそこからはまたねいろいろ撮影に専念できるかなと思うんでお互いまたやっていきましょうそうですねはいでね私もねちょっと撮影この週末行ってきたんですけどもはいあのはい 見ましたね。あ、ありがとうございます。はい。あれですよね。あの最近っていうかさっき上がったっぽい。あ、もうさっきです。はい。ああ、見ましたよ。ありがとうございます。はい。うん。なんかあのまあ天気も悪くてね。ああ。でまあ別にそのどこぞあの有名な観光地でもないし。うん。で絶景っていうなね、そういうスポットでもないし、なんかあの。 ありふれたものをありふれたような感じのちょっと景色ではないんですけどもまあまあそういったところ街並みをんかこう普通に切り取って断片的にみたいなねまあそういうのよく私やるんですけどもちょっとね今日テーマにしたいのは自分の映像の作例ではなくてあのまあ例えばねジアンクレーン はいうん、ここ最近ね、まあ、ジアンクレーンっていうのが結構買ったよっていう方、うん、いろいろ聞くじゃないですか聞きますねでね、うん、ああいうジンバルってどんどん拡散していったらいいなって僕思ってまして、はい、ああへえ、うん、そうあの勉強になりますね見てるとね皆さんのあ本当に。うん、だからみんなほら、えー、アップしてくれるんじゃないですか何らかの をを取っったたもののとととかか使ねねねそうういいい拡散されててる見勉強なりままますすす刺激受受けけよよやっぱりね人の感性って本んと十人十色だからだから本当他人様のね感性 の出力っていうのを、うんうん、見るといろとこうインスパイアされるというか、うん、されますね。触発されますよね。そう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 。うん、そう。でまあジアンクレーンの話し出したのは、うん、あのクレーンは、はい、えっと特徴として僕は把握しているのは、えーえー、どっちかっていうとこう激しい動きとかよりも振動のなさ うんうん、でまあゆっくりした動きとかスライダーショットとか、うんまあ、クレーンショットとか、うんうん、ああいうものにすごく向いてるんじゃないかなということを思ってまして、うんうん、であのまあなぜ一番あの素晴らしいと思うのは、はいうん、買ってすぐ、まあ、軽いカメラ重いカメラ、はいまあ、問わず乗っけて、うんまあ、振動や異音なく動 うん、モーターの振動異音なく、うん、ますぐ使えてしまうっていうところねそうですね、うん、そこがね、うん、すごくいいなと思ってるんですよすごくいいですよ、うん、ですよね、うん、<で>そうなんですよ、うん、だからカメラを特回引っ換するようなスタイル例えば午前中はコンデジで使ってたとえー、えー、午後はまあちょっと一眼でやろうかなとかね それいいねそれができるのは楽にできるのは多分アンクレーンじゃないかなと思ってまして夜になったらちょっと好感度のねとっておきのこのカメラにじゃあちょっと付け替えようかとかねその辺のフットワークの良さトラブルのなさこれがんか治安クレーンの良さかなっていうふうに思ってるんですよ。なるほどそうですね うん、うん、そうそう。でなんか僕はあのあのパイロットはなんか広告塔みたいな感じになっちゃって <laughs> そっちに沸きできないんだけど、<laughs> まあ,あのま、ね、<laughs> たから見てたらすごく、うん、あのうましいジンバルだなって思ってます。うん、ああいや気が楽。はい。うん逆に言うと H2、うん、みたいに追い込みはだからちょっと苦手。ええ なことはしょうがないかなとは思いますよね。うんうん。うんそうそうそう。だからね、そういうのがやっぱ嫌いな方。うん。そうそうそう。使うのがいいのかなと。うん。そうなんですよ。とりあえずシンプル B. G. C. でしたっけ。はい。あれが。もう苦手な人はちょっと考える価値ありますね。うん。ですね。うん。そう。 シンプル BGC の良さは良さであるんですけども僕はハマった口ですけどもまあねって思う人が多分大多数じゃないかなやっぱりねあの追い込みのメリットはあるんですけど大変なんでねあれはやっぱりそこがそれが苦手だって人は本当あれですね考える価値はありますねはいと思います一般的にやっぱほらあれでしょシンプルのが多いでしょ ジンバル業界多いですねそんな中で出てきた独自のソフトウェアというかそうなんですよ自社開発なのかどうなのかちょっと分かんないんだけどシンプル BGC とはまたちょっと違うアプリケーションですよね。そうなんですよそれの使い勝手が現場でスマホでできてしまうとか。そう いろんなそういう細かいこともできるし細かいことしなくてもとりあえず使えるしとかねそう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 でねんかねジンバルを使ったビデオ撮影っていうのがんかこう新たなね次のステージにんかこう突入していくのかなっていうそういうんか空気を感じてましてありまんかそういう気しませんか それっていうのは今までジンバルっていうのは固定のビデオ映像三脚から縛られてその呪縛から解き放たれてじゃあもう動こう走ろう歩こうっていうそういう一辺倒であった部分がちょっとあったと思うんですよ。でまあ性能も安定してる。 ジンバルああいうのが出たことによってよりなんかほらいっぱい大多数の人が参入してくるじゃないですか。そうですよね中にはそんな走ったりとかしないよとかね歩き回ったりするよりもじっくり腰を据えて今まで自分はスライダー的に使ってたとかねいやもう本当ティルトパンだけでもありがたいとか。いやありますでしょう。いうなんか まあ派手さはないんだけどそこに奥ゆかしさがあるようなショットの価値って僕すごく感じてましていやまさにそうですよそうだからまあさっき言ったね三脚という固定の呪縛から解き放たれてわーっと動こうという勢いこういうものがまあ一旦これはこれでありなんだけどこれとまた違うものが。 今生まれつつあるのかなってそうそうう多彩ですよはい多彩いろんなねこうイマジネーションとかいろんなそう顔を持つことができるっていうはいそうでまあそういうのもあってねまああの今回自分あの週末に撮ってきたやつは非常にこう動きがねスローモーションというかあ大人っぽい。 映像ですよね <laughs> なんかちょっとどうかわかんないけど <laughs> 曇りで <laughs> 静かな人が全然いなかったからね、うん、まあカメラワークとかもね、うん、なんかまあ思うんですけどね、うんまあ、ジンバルとカメラを手にしてプロでないアマチュアの人が、うんうん、じゃあそこらへ行って何か撮ってきてって言った時に自宅の周りがね うん、動き物がいっぱいある街中とかね。うん、そういうとこやったらいいんですよ。そうですね。うん、だけど。結構ね、動かないものに満ち溢れてるんですよね。いや、本当そうですよ。日常っていうのは、その。まあ、街に行きゃ、いっぱいこう行き交う人々とか。車とか。うん、踏切、え、電車。いっぱいあるけどね。うん、そうじゃない、まあ、田舎だってあるわけで。うん、世の中静かなもんでね。うん。 そうなんですよいうんか物質的なね動かないものをやっぱり今までは三脚構えてその呪縛で動かないようなビデオを撮らざるを得なかったそうですねそれを違うアプローチで動的に表現するっていうねんかねそこに結構ね奥ゆかしさを感じてて。 えーうん、でそれを手軽に安く、うんうん、実現するのが、うん、まあこのジアンクレーンじゃないかなっていうふうにいや本当今のところ多分そうでしょうですよね、うん、また来年は分かんないけどねどんな風が吹くか分かんないけど、うん、今はねそう今のところ手軽さって言ったら一番手軽な気がしますね、うん、そうですよねうん、うん やっぱりね。手軽でとっつきやすいっていうものが僕売れると思ってるんですよね。いやそうですよ。やっぱりうん。そうだからね。あのうん、ちょっと私が別に買うわけにはいかないんだけど、ジアンクレンはね。うんなんかこう。皆さんにうん、どんどん買っていただきたいなと思うようなうん、ジンバルだなと思いました。 そういうジンバルだと思いますよ。まあ、自分も買ってすごいねやっぱその <laughs>、うん、あのほらあの調整の幅が広いところはやっぱメ,、うん、メリットと考えると、ええ、まああれですよねその一眼だけじゃなくても、ええ、そう,うアクションカムと一緒に撮ったり。ええ ね現場で変えられるわけですから。うんそうですよね。それは嬉しいですよね。そうまあみんなねあの感想が一致してるんでね安定してるとかねうんいうこと一致してるんでやっぱまあ僕はちょっと触ったことがないですけども触るとやっぱりすごい違いを感じるんでしょうね。うんそうまあ僕のジンバル H2 は。 あのパワーはすすすごくああるんでよよねいやありますよ、うん、僕もちょっとだけ持ってた時あるんでね、ええうん、パワーはすごいと思うパワーを上げていく伸びしろというのがすごくあってでまあ搭載重量もまあそうですけども保持力がすごく高いんですねですよね、うん、でそれを高いところまでギリ,ギリギリもういっぱいまで引き上げてやろうってこう思ってしまう ととちょっ沼にはまるんですけどねそこそこでもう妥協しようっつったらそのまま使えるんですけどもいいややそうですよだからまあそういう沼っていうのはんだろうジンバルをある程度お手軽に使える失敗なく使えるっていうジンバルを体験してまあ所有してそれでいろいろこう取ってからでも遅くないのかなって思うんですよ。そううですね そののの方方順番がいいいような気しまますすね思だからまあ気難しいじゃじゃ馬的なねもっとこうガチガチにできるんだよってこうやってみなっつってねいろんな数字数字をいじってなんかおかしくなってしまってんか台湾送りになったとかねそんなことならずにこのジアンクレーンって載せたらすぐ使えるじゃないですか。 すすぐ使いますね、ええ、実践投入できるじそうそうそうみんなそれ、うん、あの意見一致してるんでそうですねだからなんだろう、うん、まあ恐れずに、まあ、今までのなんかいろんなジンバルのトラブルとか聞きましたけどそういうのとはちょっとこう一線を画するようなそう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 、あのー、だからジンバル経験がある人だとすぐ多分ね分かりますよあってこれ違うなって,なってだから先日出てもらったほら光一さんなんかもええ 一緒に横浜でちょっとやったら、ええ、もうその日にすぐポチってましたもんピッパって <laughs> はい <laughs> あこれ使えると<ー>、うん、言ってやっぱ設定の容易さ H2、ええうん、は H2 でやっぱ設定用に使うらしいですよね、うんうん、やっぱこの手,手軽な時 とか手軽用のカメラとかそういうことで両方使ってるみたいですよ。ああ。うん。うん,なんていうかなあの、地上用のブラシレスジンバルに特化したソフトウェアをここらで何か開発してほしいですね。いや、そ,<の>それ、ほんと欲しいですね。うんうん、で、それの先,先駆けみたいな感じになるのが、うん、今回、シンプル BGC と違うアプリケーションを使った、うん、まあこのジアンクレーンですよねそうなんです。うん そういうなんかメーカー間でのだったらうちはうん、うん、あっちがそういうの使ってんだったら、うん、うちはこういうのをじゃあ開発してやろうっていう感じでねいやいいですね乗っかってきてくれると嬉しいんですよ、ね、あ嬉しいうん何この野郎ぐらいな感じで <laughs> 競り合ってほしいですねそこはぜひメーカーさんに。ですよね。うんうん、さっきあの地上用のジンバルって言いましたけど、はい、あのシンプル BGC っていうのはそういう地,地上用のブラシレスジンバルだけじゃなくて空撮とかをこうていったりとかいろいろ包括してるみたいなんで。そうですよね、うん ってなると逆に言うとジンバルにはいらないような機能とかそこいじるとなんか悪さするようなものとかね特化してほしいなってもうその専用でねああいいですねって思うわけですよ思いますねなんかほんとパラメーターがいっぱいあるしいやもうフィルターなんかもう最悪ですあもうフィルター沼ですよあれ沼ですよねしかもなんか日によって違ったりするからねそれすごいいやだからほんと とそういうね調整ができる人じゃないと本当にあの追い込みは難しいですね。ですよね。うん。うん。そう。そう。うんそれは思います。うん。まあそんな中ね。うん。まああの入手しやすいというかとっつきやすいジンバルが出たのでまずはそれをまあ今いくらでしたっけあれアマゾンで買うとあの七万しないですよ。 なしない？六万ね五六千かなうんぼ僕買った時はねもしかしたら上がってるかもしれないけどわか高いそれが安くなってるのかわかんないけどねあれの M っていうのはあるんですかねあ M 今売り出されてますねあそうですかうんちょっと安いのかなスタンダードよりあなるほどうんうんそうですかまああのまあ今日もねえっと概要欄にリンク貼らしてもらおうかな あー、うん、そうですねあのーうん、これ知らない人がもしいたらあのーうん、リンクがあるとね便利なんですよ。あ<ー>うん、っていうかむしろ貼ってくれと思いますよこういうのもし出してるレビューとかあるじゃないですかあなど探すの面倒くさいから。うん、そうですね。そそそそう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 うな、ん、なんんまああのてか こっちのメーカーだからあだとか自分はこのメーカー持ってるからこうだとかそういうなんか概念全然僕なくてああ素晴らしいですよそれビデオとかそのジンバルを使った撮影もっと言えばジンバルなんかなくてももっとこういう撮影ができるよとかねそういうふうになって参入してくる人が多くなればそれはそれで楽しいと思ってるんでですよねでも今考えるといいろろこう まあ幸福度っていうかねその大げささ機器の大げささだからローニン M とかねすごいガチなやつをこうおもちゃね安定するでしょういやそうですん。だけどまあお金も高いし見栄えもね重さもとかっていうのがあるもうほんあれはプロ向けみたいなそうだから初心者がとっつきやすい一番んか幸福になれるジンバルって何かなって考えた時にまあパイロットフライを持ってる 僕としてはまあちょっとねパイロットフライにも頑張ってほしいなとは思いつつもジアンクレーンというのはんかおすすめできそうな気がしてます。いや本本当当そうですねなのでそうですねもう宮下さんなんかジアンクレーンジアンクレーンって言い出したね代表みたいな感じだからいいいややや偶然ね本当ちょうど こっちのなんか買い期がちのがょうど重なってね、うん、多分ね、うんはい、宮下さんが「買った」って言ってねはい、はい、ですごく良かったっていうね、えー、この声を聞いて買われた方って結構いるんじゃないかな。あちょうどねそうそうトークでちょうど出てねそのタイミングとね、うん、それが良かったんでね、えー、いるとは思いますよ。ですよね。で僕が これもちょっと概要欄に貼っとくんですけど僕がアン・クレーン手に入れたらこういう感じの映像を撮るだろうなっていうのを今夜ねアップしたやつがそうなんですよね。ああそういうテーマを持っていや別に現場行く時はアン・クレーンの字の字も考えなかったけどだけど今これ見返すと見返すとあこれアン・クレーンで手にしたとじゃあどんなん撮ろうって近場で 近所でいや別に何か大したもんでもないけどなんか撮ってみようって言った時にこういうのが撮れるよって確かにそうですねそうですよねだって別にそのほらどっかの観光地の絶景でもないし紅葉の京都のんかすっごいところでもないしまあ街ですよね普通のんかまああのちょっと古い感じのねありふれた感じのねはいはいはい まあ別に都会的なものでも何でもいいんだけどもカメラワーク的にねゆっくり歩く、うんうん、横流しするあ<ー>、うん、スライダー、まあ、今までスライダーというものをまあ使ってました、うん、<ー>スライダーっていうのはよいしょって三脚をね <laughs> 結構まあ頑丈な三脚をまず立ててでその上に自由運転とかなんかをこう乗っけて半端じゃないですよもう外でなんかもうやりたくないですよ6 0ンチスライダーぐるぐる回してつけてその上にカメラ乗っけてカメラプレート乗っけてカメラ乗っけてでこうずっとスライドするわけですよ微調整がまたねそこで調整沼がありますからね現場のねうんそう 大変だから重いしでかいし運搬するのも結構ワンマンだと大変なんですよ。大変ですよ。そう。い時ね昔はね僕ねこういうふうになんか突っ放ねた時があっていやあのねジンバルが確かにねいろいろ進化したのは分かるとただスライダーショットスライダーのあの機器でやるスライダーのショットっていうのは。 ジンバルではまだあのリニアリティっていうのは実現できないスライダーっていうのはものすごく当たり前だけど直線的に動くからねあの動きっていうのは手がふらふらするしなかなかねジンバルではああいう直線的な動きはできないだろうっていうふうにまあちょっと批判的になってた時があったんですよ今は認めるけどねそういう時があったんですよだけど 今思うんですけど、いや、なんか結構奥が深くてね。ええ。焦点距離、まあズームレンズを持ってるんだったらね。ちょっとズームの焦点距離を伸ばしていくとですね。手が結構ふらふらしてても、はい。結構直線的に動いてくれるんですよね。ああ、なるほど。うん。そうですよね。うん。まはクレーンの上下にしろ。はい。まあ真横にしろ。うん。 まあなんか結構手軽に撮れるわけですよ。いやまあ実際これあの今ちょっと見てるんですけどこれスライダーショットありますもんね。とか歩きのショットを撮ってるでしょ歩き、うん、そう撮ってる撮ってる、うんまあ、僕はなんかクソ真面目にいつもなんか直線歩きしかしないんだけど別に自由にこうあっち振りこっち振り歩くのもなんか週間映像でいいじゃないですかそうですね曲がり角がありましたと。うん そのままスーっと曲がっていくんじゃなくて曲がり角のところでピタッと止まるでどっち行こうってあ右に曲がろうって言って右にカメラをパンしてでそこからスタスタ歩いていくとロックモードの時ですねそれいやロックセミロックかなあセミロックまあ別にフォローでもなんでもいいんだけどピタッとこう立ち止まる主観映像ですよ どっちに行こうかなってね止めてあこっち行こうってパンを右に振る右の道を分かれ道の右側をずっと歩いていくと僕はもうずっとノンストップで直線的に取っていくんですけどそういうなんかいかにも自分がね主人公っていうのがね自分の目線でこっち行こうって言って歩いていくっていうことも取れるし。 まああのゆっくりしたショットでもねいやというかねゆっくりしたショットこそ奥ゆかしい感じがしてます僕はね。例えばちょっとクローズなんていうのかな植物とかをアップで撮ってるやつあるじゃないですかこれとかあのなんだろうね葉っぱの撮影 あ葉っぱっていうかこういう方が結構奥深いですかああ葉っぱねうん葉っぱねそんな変わんないスライダーまあ家のほらショットと葉っぱを撮る時って結構感覚的には一緒なんですかあ家っていうのは あの家この動画とかにも出てるけど家を街並,並みの家をこうスライダー的にちょっと回りながら撮るっていうのと、ええ、もうちょっと近づいて、ええ、あの被写体と近づいて葉っぱ結局さ、うん、なんかあのズームレンズを持ってるといいですよね。 ジアンクレーンは僕はおすすめなのはジアンクレーンってイオンとか振動が少ないからないからないんだよね。ないね。ないから走るとんかビヨンビヨンってなるところがあるからゆっくりなモーションだったら多分全然そういうのないと思うね。でそこでズームレンズをテレ側に振りますと。 そしたらインナーフォーカスじゃないしこうあの何ズームのあれがビヨンって伸びてフロントヘビーになるノズヘビーになるそうするとバランス崩せるんだけどジンク多分持ってくると思うんですよねそうそうっていうかねむしろあのじゃあ単焦点のすごい軽いやつをつけたとするじゃないですかそうしたらもうバランスが崩れた状態で運用するんですよ。 だからんていうの水平を維持しないでレンズが軽いからボディー側が下にもう最初から下がっちゃった状態でレンズが上向いてるんですよね。なるほどそうだけどスイッチ入れると真ん中取ってくれるんですよねだからまあズームとかまあ重いレンズ使っても全然大丈夫ですよね。 だからまあズームレンズなんかを使ってね、うんうん、まああのそうですね。うん、でそれとジンバルを組み合わせると、うん、広角に寄せると、うん、歩き取りに向いてる。あ<ー>うん、で望遠側に振っていくと、うん、まあスライダー的な。要は、うん、あのー え左から右へ手を動かしていっても、うん、手のちょっとしたささいなブレっていうのが反映されにくいのがこうちょっと望遠側なんですよね。それってね最初僕気づかなくって、えー、スライダーっていうのは広角でやるもんだってしか思ってなかったのね。だって実際にさ自宅とかで、うん、え本物のスライダーを構えて三脚に抜けてねガーッと動かすじゃないですか。 で動かして効果のあるのはやっぱ広角広角なんですよねパーソンできるまあそうですよね、うん、そうだから昔はスライダーショットっていうのはう広角レンズでしか成立しにくいって思ってたんですよ、うん、なるほど、うん、いやだけど全然そうじゃないなと、うんうん、スライダーってあの動かせる範囲決まってるけど、うん、で速さもゆっくりじゃないですかそうですね、うん、ジンバルっていうのはねもう人間の手の長さリーチの長さ、うんうん とかまあ多少歩くとかねいうのも含めてすごいもうスライダー的に使えるわけですよねそうですねうんそうそういうのがねすごく手軽にやりやすいジンバルだと思うんですようんやりやすいです気温振動がないからないしあとね結構パワーがある割には軽い方でしょああですよねそうそうそうまあ合成はその分弱いけどねああ十分じゃないですかでもいやそうなんですよ そう絶妙だと思いますよフルサイズのミラーレス乗るしねそう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 いろんな撮り方いろんなカメラでいろんなショットが生み出せるんでそうなんですよいやもう本当ね入門機材としてはねもう本当十分すぎるぐらい十分すぎますよそらく幅が広い初めて一眼ジンバルの人でも多分使えるし 上級者の人だって割り切れば十分使えるでしょうね。ですよね。だって重いレンズが乗りますからそうですよね。でまあちょっと話戻ると昔は結構歩き走りというのが多くてそれはそれで一つのね道みたいのがあってすごくいい楽しいね。 そうですね。あるんだけどそういうものが加わってそういう取り方っていうのがあるんだよっていうのが加わってそういう取り方にすごくふさわしくて入門者がすぐできるようないや走りたくないよとかっていう人にも十分こうねそれう応えてくれるようなジンバル要は機材も出てきた取り方も生まれてきた。 そうですね。そしてその今後先々より多分三脚とかスライダーっていうのは少なくなってくるんでしょうねきっとね。そうでしょうね。まあ部屋の中ではあロねそういうとこだと思いますよ当然ね。 うん、だから何ていうのドリーショットっていうのが、うん、まあ容易にできるってことですよねレ,レールみたいの引かなくてもああですよねうん、うん、そうそれ思いましたそれはでかいですよねええー、うん、うん、そうだからそっちそっち方面でもいろ、うん、んなこう作例を取っていきたいなと思ってましてね あちょっとなんていうのアクションジンバル的じゃないそうそうそうアクションジンバルあいいいいねその表現いやいいでしょその表現は今までいろんなネーミングしてましたけどそのアクションジンバルという表現はいいネーミングだと思ったそうそうちょっと分けたいと思ってアクション派ですかあいやいや宮下さんアクション派ですかっていうなんつうのモードの時と あとはレギュラーの時とまあ多分その2つやりたいですよね。なるほど。そうそうそう。なんか2つ分野が分けてで丁寧にやっていった方がいいなと思ってね。そうですよね。うん。そう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 。あとねちなみにまだこれ皆さんあんまり知られてないけど。はい あのジンバルであのなんかコ,コードコードっていうかケーブルがカメラにつくそういうケーブルがあるんですよ。ほ<う>、うん、で自分のはダメだったんだけど届いて、ええ、あのパナソニックの届いたんですよね、はいで。そしたら、ええ、自分のはねコードの長さが合わなくて無理だったんですけど、ええ、GH4 だったらできるらしいんですよ。何がでできるんですかターーコントロール そういうのがいろいろ、それだけじゃなくて。うん。それすごいですよね。え、それ何ジアンクレーンにそういうインプットがあるってことですかある。入力端子が。あるんですよ。あ、すごいね。そう。あ、それすごいね。それ、それすごいですね。録画ボタン。<laughs> ピッて押したら。 みんな意外とまだ知らないはず。ああ、それは。あ、なんかあんま考えてなかったし。それって何か。いや、なんかパイロットフライにちょっと。明日言って。うん、明日言って。ぜひ検討してくださいって言っといた方いいですよ。はい。うん。まあ、事案クレームはそういうことやってんだ。やってる。夢があると思いますね、これ。え、ただ、U. S. B. ケーブル、普通の。マイクロ U. S. B.。えっと、これは、なんつうのかな。カメラ側はそうですよね。 カメラ側はえっとリモート用のあのカメラのリモート用のなんだヘッドホンジャックみたいな端子ああなるほどでえっとジンバル側の方はあのちょっと特殊なやつなのかなあの電源あのほらあの外付けバッテリーああいうようなうんケーブルなんですけど素晴らしいねそれこれ素晴らしいですよねあのほら先日出てもない ちょっと前になるけど、うん、万次郎さんの動画で見たんですけど、ええ、そう万次郎さんが早速それやってくれてて、ええ、そうでね、ええ、そのまあ動画の、ええ、バチってあのレ,レックを押すところあるじゃないですか。はい、それはもちろんなんなだけど、ええ それね俺いいなと思ったのが、えー、あのジョイスティックのあたりのところで全てできるんですよ、えー、ちょっとこう持っててあここ撮りたいと思ったらパッと押してパッと終わらせる、うん、でここをいいなと思ったらパッとやってパッと終わらせる、えー、それって絶対欲しいじゃないですかソニーのカメラでもできるんですかねそれソニーの方はなんかいろいろできるみたいですよパナソニックは GH しか、うんえー ダメだみたいな説をちょっとねあのツイッターとかいろいろネットで、うん、あの書いたのをいた。<ー>うん、で自分ももしかしたらできるかなと思って<ー>、まあ、届いたんだけど<ー>反対側にあってーこケーブルだからそういうなんかここ取りたいんだけどこのボタンをこうそれでパッ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 ってやれることがいいなと思ってる人には、うん、このケーブルはぜひ おすすめでみんなそう思うでしょ。あとね、それだけじゃなくて、あの写真をパチってやったら写真まで撮れるの。うん。まあ僕は撮らないけど、でもすごいね。いやそうでしょ。ここ写真撮りたいっていう時もあるわけですよ。やってて、旅行に行ってればですよ。あの動画だけじゃないでしょ。ここの写真撮りたいなって言った時に、こうあの手前で切り替えるのめんどくさいじゃないですか。それを もうジョイスティックの横で、うん、2>, あの2回クリックだったかな、うん、カチカチって2回クリックしたら写真 1>,、うんうん、1回クリックだったら録画みたいなんそれがねその手元でできるのうん,うん、ま、でもまだこれだけじゃない、うん、であとはあのピントを調整できるんですよおーマニュアルでだから そそうそうだから要するにフォローフォーカスまでできちゃうって話ですよ。<ー>まあ難しいかもしれないけどねそれはちょっと技術がいるかもしれないけど、うんえー、やる気になれば、えー、そういうマニュアルっていうかフォローフォーカスまでできちゃう。うん、あすごいね。これすごいっすよね。うん、いやそれはねどんどんね多分ね、うん、定着というかよりなんか、うんうん、浸透していくんじゃないですかね。そうそうそう。現場でこれ欲しいいなっていうのが もうちゃんと詰め込まれてるっていうこのなんかねユーザビリティというかそう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 ちゃんとこう反映してるんですねそうなんですええ素晴らしいだからちょっとそれに対応するようなねカメラを持ってる人だったらケーブルはすごいいいですよね対応してるカメラがまだ限られてるんですかまだだ多分ねパナソニックとかったら右側に そのコントロールケーブルが入るところがないとおそらくダメ、ええ、ああ当に。うん自分のはね左側にあるんですよリモートのやつがあ<ー>だからねケーブルが短くてちょっとダメだったのねうん、うん、そうかそうだからちょっと GH5 が出るまで追わずかああ<ー>ええー、そのなんか治安クレーン誰か僕に1週間貸してくれないかなあ <laughs> でしょ <laughs> ちょっと体験してみたいね体験したいですよね本当にそう しかもケーブル付きでパパッてやってうんそれ持ってなんかかかなんでっていそうそうだってよっちゃんなんてずっと撮影してる時いろいろほらあれでしょもう撮影モードになってこうこれあったらと思ってパパッて録音したいでしょここの録音っていうのレックボタンのうんうんうそ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  カメラのあのちっちゃいボタンまで手を伸ばさなくちゃいけないからそうそうそう,そうあそこはうんそうだよねそうそうシャッターチャンスをだから逃がすわけじゃないですかうん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 そうできればね全部片手でできるようにしてほしいズームい,ーいいね録画ボタンう,うんうん、うんうん、そうだなまあもろもろねそうでしょ、うん、絞りとかさ うん、シャッタースピードとかそういうのがもしできたら、うん、右手がすごく自由になるから別のことに使えるんですよね右手がねいやほんとそうですねうんああそれ素晴らしいわそうなんですうんそうあのかなりときめいてたんだけど俺はちょっとずか、うん、ああそうなんだ <laughs> そうう,ーん <laughs> うん、うん なんか夢が膨らみますね。いや、膨らみますよ。だって本当。うんうん、ここ欲しいっていう時ある、あるから。本当、えー、なんつうの。あの、こう、カメラ持って。うん、こう、あっと思った、パチッでしょ、はい、あ、これ、パチだから。うん,う,んうん。うん。なるほど。うん,うん。うん だからささっきのなんアクションジンバルだけじゃない撮影の仕方も本当にやりやすいわけですよね。ですよね。ですよね。そうなんですよ。うーんまあ宮下さんはアクションジンバル派ですけどね。<laughs> いやまあそんなことないです。自分もあの全然 <laughs> あのしっとりしてるの当然好きだし。 分けてね、いきたい。レギュラージンバルとアクションジンバルと。お、うん、うん。そう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 。うん、そうなんですよ。で、今撮って編集中のやつなんかも、ね、どっちかっつったらもう静かな映像ですね。ほ、うんとにうん、全然。<ー>あの、テストだからね、走ってんのはどっちかっつったら、ね。お<ー> <laughs> はい。あ、そうなんだね。うん走 走る,の走るのは正直、ええ、やっぱ楽しいっすけど <laughs>、はいうん、まあでもバリエーションっていうかあのショットの数を、ええ、あのー、例えば3分のな中に60ショットぐらい入れたいんですよとなると3秒だ、ね、あとあじゃあそれ間違い間違い、うん、60ショット、えー、と大体、はい、まあ あれですよ、ねまあ、5, 10秒以内5秒から10秒以内、うん。例えば5秒ワンクリップ5秒だったら36。ってことは36あそうそう36カット取るということは、ええ、現場でその倍取んなきゃダメでしょあそれはぶどまりとか、うん、まあ<う>言い悪いとかそうそうだああそういうのもある、ね、倍じゃダメかな3倍ぐらいどうかな 捨てる駒ってもう3クリップぐらいですよ多分それ以外全部もう投入してるっていうか現場でね取った後にショット取ったあのにこれはダメだな使えないなって思ったやつはもう全部消してるからあその場でねその場で自分で見て評価する自分はね 残ってるやつはもう大体もう8割9割使えますね<ー>使わない時は使わない時は尺に収まらない時<ー>、うん、そういう時はもう優先順位決めて<ー>、うん、いや本当これは使いたいんだけどでも音楽がもうここで終わっちゃうしもうね泣く泣くこれも捨てるしかないなと、うん、あいう時だけ捨てる。 まあそういうふうにまあおいおい自分もちょっとね成長したいんだけど、ええ、今んとこまあ大概倍ぐ,あ倍ぐらい取んないとなんかダメかなって感じを考えると大体まあ70ぐらいとかうんになると。でそのショットの数は本当大事だと思ってて、うん。うん それ全部やっぱアクションジンバルだとこうあれじゃないですか見てる方もこうちょっと違うねショットも見たいなーとかなると思うんでね、はいうん、スライダーショットとかうん、うん、なんでねそう自分はちょっとバリエーションレギュラーとアクションとちょっとダブル作戦ですね。ツ、うん、ツイン、うん、そうツインツインジンそうジバル ツインジンバル,ンンバルかっこいいとツインジンバルプロジェクトでそうツインジンバルチェル,チェルプロジェクト、うん、そうそうそうそれいいっすよそれ <laughs> それ思いながら撮影行こうみたいなツインジンバルスタイルで ツインジンバルスタイルあいいですよそれツインジンバルスタイル俺ツインジンバルスタイルだからみたいなかっこいいんだからんだかわかんないけど僕はうんあいいなそれちょっとねあれですね気持ちっていうか撮影あの情熱を持って撮影したくなりますねそれねああうんですよねですねいいね まあねねでもこういう楽しい話ができるのもやっぱりまあジンバルのね手軽なジンバルの登場のおかげでいやんそそううですよまあだからアクション的なジンバルもしかりだしそうじゃない新たな方向性三脚の代わりになりスライダー とかクレーンの代わりりなってでまあビデオフルードうんこれの代わりになるまあそういうのが一つに集約される完全なね同一クオリティにはならないんだけどだけどその使い方によってはもうほぼ見まがうばかりのねクオリティで得られるっていうね。 そこがね、まあ、なんやかんや大げさだろうとかジンバルがねとかっていろいろ言う声もあるんだけど、うん、じゃあスライダーあの、まあ、普通のガチのスライダー6 0ンチの、うんうん、で三脚とかクレーンなんかねいろいろあるじゃないですか、うん、コンパクトのクレーンとかね、えー、あねあいうの全部持ち出すのっつったらそっちの方がやっぱり大層なわけですよ。いやんそううですよ、うん って考えると、うん、いやなんかいかつく思えるんだけどでもこのジンバルっていうのが一番シンプルなスタイルなんじゃないのっていうねいや、うん、ほんとそうですよどっちかっつったらいかついっていうよりか、うん、なんていうんですかまだ今のところね、あのーうん、好きな人じゃないと知らないっていうあ認知度がね低いから、ね、そうそうそう何なんだろうっていうね、うん、そうなあれちょっと自撮り棒 あれ自撮り棒じゃなななないいみたんかこうニュルニュルッと勝手に動いてるみたいなあれ何って電動っていうことがさ分からない人にとっちゃねそうそうそうぬるってこう動くからねいかにもんかんか宙浮いてるみたいな動きをするんであれ自撮り棒みたいなあれちょっとだからまあ簡単に言うとほらちょっといい自撮り棒みたいなもんじゃないですかまあね んかね、まあ、世間の認識がねもうちょっと広まればいいなって思うんですよね。そうそうもうちょっとあと軽いね、うん、やっぱりジンバルももっと普及したらいいですよね。ちょっとまだ例えばジンバル女子っていうのはなかなかだって重いから、うん、難しいでしょまだ一眼のでは、ねうんうんまあって。DJ のオズモとかねオズモモバイルとか、うん、あ,ああいうものが今着々とね ジンバルのそういう認識っていうのを高めてくれてるからまあ徐々にねでもまだ知らない人いっぱいいるからどっかんかねテレビのドラマかなんかで人気ドラマかなんかでそういうジンバル振り回してこれで撮ってんだよとかっていう人が出てきたらんかこう爆発的に認知度が高まるんだだから月曜日の9時にジンバル女子とかやればいいですよ。 <laughs> 視,聴率視聴率めっちゃ低いですよ多分そんな <laughs> い,そいきなりそんなニッチなとこ行ってもね <laughs> <laughs> とりあえず深夜から行くべきですかね <laughs> いやいや水曜日とか木曜日はちょいちょをジンバル女子とかそういうものにするんじゃなくてああ,なんかあじゃあ自撮り女子からいくいやいやそんなんじゃない, <laughs> も,ういやもうそんなんなんなしなし, <laughs> なし,なし普通の恋愛なりな,なんかのドラマ ジンバルと関係ないところで、<ー>例えば、キムタクだか誰かか分かんないけど、うんうん、たまたまジンバルで、こう、なんか撮ってたと。おぉ。あでも、ほんと、さりげなく登場するんですよ。それいいですね。うん、主演がキムタクで、うん、それで、あの、趣味がジンバル。 いやまあ趣味じゃなくてもいいんだけどカメラとかが好きなんだよっていう設定だとしてたまたまなんかこうぶん回してたと「え何これ?」ってとか彼女がこう聞いてね「これはあれこうだよ」ってもうすぐそのシーンは終わるんですよ多分ね終わるんだけどその30秒だかのシーンだけで一気に多分認知度がね高まるんですよねきっとああそれいいっすよキムタクにだからやってもらえばいいんですねまあないけどねそんなことはカメラが趣味うん でとりあえず一眼カメラで写真やってると最近動画やり始めてさとかキムタクが言ってでキムタクのその彼女が「あれこれ何?」とか言うわけですねいやあそれいいっすねそれいやまあさりげなくねいや別に多分制作側はそういうなんかそれでブームうんぬんとかっていうのは全く予期せずにたまたま まあ一つの小道具としてねそういうのを出したつもりが別にそれでブームになることはないよ国民あのね日本のそのブームになることはないんだけどだけどすごい一気にねあこれ何ぞやっていうのが認識が高まるっていうああいいなあの「トップガン」の MA1 ジャケットみたいなああ あれはかっこいいもんだからねいやもうあれはクルーズが来てねかっこいいものだからみんな着たいっていうふうに思って流行るのは分かるけどさ流行りましたねねうんもうだって映画館出てきたら絶対あの服買ってやろうみたいな感じだったでしょそういうふうにジンバルは別にかっこいいもんじゃないと思うからかっこいいおしゃれアイテムではないと思うから別にかっこいいと思わさなくていいからこれはあの 決して怪しいもんじゃなくて <laughs>、うん、映像を撮るも危機器なんだよと器具なんだよっていうねああーこれドラマなんかこれ見たことあるって、うん、これドラマでやってたよねって<ー>ドラマでちらっと見たよってそれでいいんですよ。 別にその人にその女の子にジンバルの世界に入ってきてもらうっていうのは全然まだ早い期待してなくて怪しい目で見られないというね少なくともあこれ知ってるってドラマでやってたよねってそれ撮っといてでもうちょっと浸透したら次出てくるわけだその彼女がジンバル女子とかれはないと思うな。 キムタク2みたいな感じで出てくるいや俺ねでもね俺ジンバルのやつをですよ漫画とか書いたらね売れると思うんですよいいやほんと熱い物語がだってできるじゃないですかささん書書いいてくだじゃこうかなそれね書こうかな「ジンバル」とかいうタイトルで。 いやだってさジンバルって結構ドラをむわけですよまずほら撮ってるものがカメラだからそういうほらジンバルでそういう例えばねなんかその夢のある追いかけてる少年たちの撮影をしている人とかねでこれを俺は大きくなったら高校生ぐらいでね大きくなったら映画を作るんだとか言って日頃鍛えるんですよ。 あの筋トレとかしてジンバル重いから俺鍛えるとか言って、うん、<laughs> 本気で言ってますあもういやネタじゃないですかねいやネタじゃなくてね、うん、そのねジンバルの漫画ね、うん、今誰も書いてないから <laughs> それ書かないでしょそうそう、うん、これね世間って何みたいな、うん、あこれうわもしかしてたまに街で見たことある、うん、あもしかこれなんていうのみたいな、うん これはね、絶対ブレイクしますよ。うん。いや、ジンバル好きな人は買うかもしれないけどね。いや、そうそう、暑い、その、日頃のね、あの、持ってない、その、例えば学校行くときにも、歩きながら、ぶつくさ言いながら、ここでスライダーショットこうやるんだよな、とか。いや、もうなんかね、あの、地味すぎてね、伝わんないですよ、それ多分。いや、そうですかうん あーなんか熱い物語がね展開できると思うんですよね。あの,あのほら、うん、なんていうのまあ僕ビリヤードハマった時にね「ブレイクショット」っていう漫画があって。 まあその時ブームだった時にね、なんかシャンデリアショットとかっていうのがあってさ、すんごいジャンプショットでキなんか縦球にして、ドーンってついてさ、手玉がぐるーってこう回ってさ、垂直にこう上に跳ね上がって、なんだろう、なんかエアコンの送風口かなんか風にブワーッとこう、煽られてカーブして、手玉のね、白玉がカーブして、シャンデリアかなんかわかんないけど、に当たって、 ガッシャーンっつってこう下に落ちてでそれがナインボールにこう当たって先玉とナインボールに当たって9番が落ちるみたいなねうんいやなんかド派手なやつがあったんだけどあいいいやもうなんかありえないからねそんなんねうん現実世界やっぱありえないことをやっぱ漫画としてまとめるのがさやっぱロマンでしょあなんかデフォルメしてねそうそうそういやだってね例えばジンバル空中ショットとか言って 高く上げるんですよガーって <laughs> や屋根ぐらい家の屋根ぐらいカッて上げてくる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 パッて取って <laughs> でその空中の中で、ええ、すごいショットが展開される<う>こう今流行りのドローンに対抗するみたいなうああそう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  <laughs> そういうのなんてうのそれをだからショットで大技みたいなほらキャプテン翼だったらなんあ,<ー>あるじゃないですか。

涙もあるし、あれですよ。<laughs> そのほら、うん、YouTube でそれを流した時に、全く会ったことない人が YouTube でそれを見て泣くの。うん、あ、こういう何、うん、話が世の中にあったの <laughs> とか言いながら <laughs>。そう。うそう。そうやって、なんかその動画のレベルが上がっていくんですよ。<ー>そういう漫画があったら俺読むな。 これは何ショットだとか。で、たまになんかうんちくが出てくるんですよ。うん。あの、なんかスピルバーグとか。解説する人がいるの。そうそうそう、うん、ジェラシックバーグ・パークのこのショットはって。そうそう,そう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 。<laughs> なんか解説始めるんでしょ。そう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 。<laughs> また博士みたいなのがいるんです。<laughs> 漫画の見すぎじゃないですか、宮下さん。<laughs> 解説する博士がいるんでしょ。<laughs> そ,うそ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 う。うん そんであ、うん、こいつもここまでやるようになったかとか。<laughs> <laughs> わかるわかる。そうそうそう。そういう世界うん。ああ。で、いろいろ敵からが出てくうん。ですっね。うん。敵はいないとね、漫画は盛り上がらないからね。そうなんですよ。で、敵はかなりやっぱり、いいカメラ持ってたりして。うん。で、なんか悪どい感じなんでしょそう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 。高そうな、よっちゃんが持ってる S2 とか持ってるんですよ。高校生なのに。うん。うわ、これ強敵だみたいな感じで。 いやだからそういうね、うん、ジンバルっていうのはねこういや将来ねまだねちょっとマイノリティですけど、うん、10年後ぐらいに誰かが「うん、いやジンバル面白いとか思って、うん、漫画家さんがやってねいろんなショットをこう、ねうん、バトってくれるみたいな。<laughs> うん、まあでもほら、現場はそうでしょ撮影に行くと、このショットなんだろうみたいな、うん。<laughs> あんま考えないですかうん、うん、考えるかうかなもう僕としてはね、漫画の中、漫画の主人公,の主人公この場面ではこのショットを繰り出せみたいな感じで。そう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 。 広角レンズを使って、ああ、多分ね、もう脳内のそのアドレナリンが分泌して、すごくいい状態なんでしょうね、きっと見えと。そう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 、うん、そうそうそういうつもりでね、うん、やってますから、うん、うん、あの、例えば三分割法の、ええとこに、これを被写体をこう当てながら、うん、スライダーをするんだよ、とかいう感じで。<laughs> みそう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 これがスライダーショットだみたいな感じでイジンバルゴーみたいな感じそうそうそうやる前にだからね一旦呼吸してレッツゴーみたいな感じですよだからね俺音入れてないんですよああ声入っちゃう声入っちゃうとまずいからよっしゃーみたいなそうそうそうここではい呼吸吸ってはいリラックスしてつって手首は ここの角度ででとか、かあ自自分分なんうそ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 う、うん、だまああと言ってあとでほらテスト用でその良かったものをあの部品化するって感じですよね。んていうの手首を手,く手のひらを上にするとか下にするとかどれが一番いいとか、はい、そうそうあの喋りながらええ、ええ。 うん、め,めちゃくちゃやばいですよ、あれ聞かれたら恥ずかしいですね。<laughs> 呼吸しながら、うん、前世言いながら言ってるんで、うんいや。そういうことあんま考えないですかね。うん、あんまりん自然と いいややそんな自然とってったらかっこいい話になっちゃうけどもそんなかっこよくはないからね自然とそんな何も考えてないよとかって言うとんかかっこいいじゃないですかそんなことないよいろいろ考えてるなんか必死になってなんかいろいろやってるよああそうそうその必死になれるからこそやっぱ面白いんですよね。 本当になんかさドアドアを,ドアを回転、ま、上げるぐらい、ええ、ねエレベーターのボタンを押すぐらい簡単だったらのめり込まないからね自転車にね乗るぐらい簡単、うん、だそこでしょ、うんうん、そのほ程よいなんて険しさがあるから、うんうん、やれるんだなと思いますね。そううですね、うん、うん うん、<laughs> いやもう全然頭の中それだけですよなんか俺はすごいねまあなんか<ー>もうんほんと宮下さんの話聞いたら退屈しないですわいやいやいやほんとでも、うん、多分よっちゃんので俺がまた高校生がいてよっちゃんみたいなのがいるんですよまた宮本武蔵みたいにいろんなショップをやるお兄さんみたいな <laughs> <laughs> いやこれがあのよっちゃんって、うん、とか言って <laughs> いやいやいや で日頃、あの、ほら、学校行きながら、YouTube 見て、ああ、よっちゃんさんってこんなことやってんだとか言ってね、そういうね、漫画があったらね、面白いっす。<laughs> いや、まあ、ジンバル好きな人だったら読むけどね。でしょ <laughs> ジンバル好きな人たちだけですよ <laughs>。そうですね。うん だからこのトークの中で漫画じゃなくてこのトークの中で物語を作ってくださいよじゃあいやもうほんとそんなつもりですよ <laughs> 本当にもう日々 <laughs> うんそうそう朝起きたらあこのショットはとかはね思いながら起きたりとかほんとうんいや,いやでもねそのぐらいね、ええ、あのジアン・クレーンはあ,ーあのねいい感じでまとめましたね いほ、うんとそう、うん、いやだってやっぱりあれですよそのネグラのコールだったら、うんはい、絶対走ることは、ね、無理ですよね、はい、そう歩いて通るんだったら全然問題ないけど、えー、アクションジンバルって領域が無理じゃないですか、はい、だからそこがなんかね夢を見させてくれるんですよ。うんなるるほどね、うん、それはある、うん、ですよね。うん、そう まあ6万、うん、いやほんと安いですよね、うん、一眼ジンバルがだってその値段で買えちゃうんだからそうですねうん。うんうん だからまあ宮下さんがねどんどん作例をまずアップしてほしいなっていうのがまあ僕のねひそかな願いなんですけど頑張ますだけどまあそれがまだ今のところはちょっとテストになってるんでまあこれからね出てくるとしてでまあ今日ちょっと概要欄に貼っときたいのはジアンクレーンでまあ僕とかえ宮下さんが今夜話してたうんそのいわゆるその。 ハードじゃないアクションジンバルではないこういう取り方でっていうねとかスモールとかねスローかなそういうのはまあこんな感じだよっていう動画をちょっと下のところにも貼っとくんでいいです。 ああこういいうう感じだっったら多分簡単にできるわてんまあなんかそれはそれでなんかいろいろ追求していくと奥が深かったりするんですけどうん、うん、少なくともなんかこう汗流して走るもんじゃないし、うん、まずね、うんあのー、それだけじゃないんですよね走るだけじゃないそうそこにねなんか奥ゆかしさを、うんうん、このビデオ撮影というねができるから、うん、今今のジンバラそれができますからできるね そうそう昔のはやっぱり走りですよ、うん、昔はねそういうのがやっぱ多かったからね。っていうかね最初ほら作った人このなんだほらロッキーかなんかで、えー、あの作ったじゃないですか、うん、これね最近たまたまそういえばそうそう見たんですよ、うん、あのジンバルを作った人、うんえとね、ギャレット・ブラウンだ、うん、ギャレット・ブラウンっていう人がいて、うん、でその人がそのロッキーの,その紹介で出てきて。えーはい やっぱ小走りしてるんですよ。<laughs> <laughs> ほんと。<laughs> パタパタパタって走ってるから。だからね、はい、なんてそうの、動きたくなるっていうのが、やっぱりポテンシャルの中にあるんだけど、うん、でも今のジンバルっていうのは、そのほら、安定度がいいから、その動きだけじゃなくても、三脚ショットみたいのもできちゃうんですよ、うん。あ、う、あ、ん、ですよね。それはす、だってこの開発した人も、うん、うん ジンバルでね三脚ショットえ、こんなのできるのって多分思ってると思いますよ開発した本が一番わかりましたちょっとあんまり話広げると僕ね結構せっかくいい感じでまとまったなと思ったらんかロッキーの話が出てきたじゃあまたその作った人の話はまたおいおいですね そうそうそうあのギャレット・ブラウンの話はまたしたいんですけどギャレット・ブラウンの話もまたそれはまあ次回の「ジンバル」でぜひそうですねうんはいあの「ジンバル道場漫画」をちょっとトークで披露してくださいああもう頑張ってねやりますよもう聞き手に回りますんで僕はありがとうございます漫画のそのジンバルの世界だったらはい もう日頃ね、うん、それまあなんぜね、うん、まあ今日のテーマとしては、はい、えっとまあジンバルもね うんはいろいろとこういやまあジンバルという人、まあ、そのキーワードだけにとらわれることは別にないとは思うんだけど、うん、まあ今のところまあジンバルというものがある。はいうん、でまあこれを今利用してこうビデオの映像を撮ってるんだけど、はいうん、でそんな中で、えー、まあ三脚とかスライダーとかクレーンとかそういうものから、まあ、あの解放されて解き放たれて。 ジンバルっていうのを握ってですねいろんな撮影ができるようになったとこれは事実なんですけどよりそれがとっつきやすいようなジアンクレーンっていうのが出てきたんで入門される方にはもう十分すぎるスペックがありますしでアンクレーンの手に入れてね うん、こういう映像なんか撮れるんじゃないかなっていう感じの。うん、まあ、僕はジアンクレーンに触ったことがないんで、イメージでしかこう。うん、あのものが言えないですけど、うん、まあ、違うジンバルで、まあ、スローな感じで撮ったっていうね。作例もあったんで、うん、まあ、それもちょっと紹介して。はい。うん。まあ、あの、ぜひ、あの。ジアンクレーン。はい。うん、気になる方は買ってほしいし。うん。うん。まあ、今ね、オズモモバイルとかね。 ああいうのも出てるし、いろんな選択肢はあると思うんだけどね。そうですね。そう、まあジンバルはあれですね、やっぱカメラをこう交換できたりとか。うん、その辺のところにやっぱり。うん、まあ自由さがあるんでね。そうですね。うん。うん、まあぜひ活用してほしいなと思いますね。そうですね。うん。いいいものですからね。うん。うん、そうそう。うん。どんどんね、あの、映像を撮って、でユーチューブにアップするとかっていうのがね。 んか一般的になればうんこのんか一眼動画トーク続けててんか良かったなっていうちょっとでもんか貢献できたらねそういったことですねうんこのトーク聞いていくんか買いましたよ宮下さん宮さんありがとうとかって言ってくれて嬉しいでしょうああ嬉しいっすよ本当そうそうそううんまあみんなでこう深めていきましょうといいですねいうところですね はい、ああ、もう二時超えてしまった。うん、今から、これ、大変なんですからね。うん、うねち,ょちょっと、はい、何とか、アップします。はい、はいうん。ありがとうございます。はい、また、はい、よろしくお願いいたします。はい、またお願いします。はい、今日は楽しかったです。ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、さいはい、失礼します。失礼、はい、します。